強い台風10号は鹿児島県に上陸し北上、少しずつ山陰地方にも近づき影響が出始めています。午後3時の松江市です。雨が降り続いていて時折風が強くなる時間帯もあります。朝から雨が降ったりやんだりを繰り返している山陰地方、午後にかけて風が強まるなど不安定な天候となりました。そんな中、松江市の松江城では台風を前に松江城西側の入り口付近では橋が通行止めになっていて倒木の危険に備えています。松江城の西側にある椿谷付近は樹木が多く、大風による倒木や枝の落下などが発生する恐れがあり、大雨や台風の前には通行止めにしています。枝が飛んできたり、それから、木自体が倒れてしまったりと、雨だとその土砂が流れたりですね、結構危険なことがあるといけないので対応ということです。松江城正門の大手門は通行できますが、台風の進路次第では立ち入り制限となる可能性もあり、今後の情報に注意してほしいと呼びかけています。交通にも影響が出ています。出雲市の出雲空港では福岡便が欠航に、その他の便は通常通りの運航となったものの、早めの便に変更した人の姿などが見られました。今日の午後予約してたんですけど、どうかなって不安になったので、少しでも早く行ければなと思ってちょっと時間を変えてみたりとかしてます。行けても帰れるかなっていう心配はまだあります。明日は出雲空港発着の日本航空福岡便で欠航、富士ドリームエアラインズの名古屋便の一部、静岡便が欠航に、萩岩見空港発着の東京便も欠航となっています。 JR では明日山陰本線大田市駅から浜田駅間、浜田駅から増田駅間で一部運休、特急ではスーパーイナバ、ヤクモ、スーパーオキ、スーパー松風の一部区間で運転取りやめとなっています。最新の運行状況についてはホームページなどで確認が必要です。